東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？ナビスコ杯は20日第4節を行った。 B 組の柏レイソルはホームで川崎フロンターレと対戦し 2-1 で劇的勝利を収めた。これで公式戦4連勝とした柏はリーグ首位の川崎を破り、柏が2位に浮上した。序盤は川崎がチャンスを作る。前半8分、フリーキックからキッカーのフォワード加納健太がゴール前に放り込んだボールをディフェンダー奈良達樹がヘッド。これはゴールキーパー桐畑一茂のファインセーブに阻まれた。柏も同32分に決定機。ショートカウンターからペナルティーエリア手前で相手をかわしたフォワードディエゴ・オリベイラの左足シュートはゴールキーパーチョン・ソンリョンに止められ、こぼれ球に反応したミッドフィルダー秋野弘樹が右足シュートも右ポスト直撃。さらにミッドフィルダー田中純也が左足で狙うも枠を捉えきれなかった。それでもゲームを動かしたのは公式戦3連勝中の柏だった。左サイドでミッドフィルダー山中亮介が縦に出したボールは田中につながらなかったが、体を入れてボールを奪ったディフェンダー谷口彰悟のバックパスが短くなったところを見逃さなかったオリベイラがボールを奪い、右足でゴール右隅にねじ込んでスコアを 1-0 とし、前半を折り返した。後半開始からディフェンダーの登里恭平を投入した川崎だったが、なかなかリズムを作れずにいると、後半19分にミッドフィルダーは浦川力に変えてミッドフィルダー中村健吾を入れる。すると同27分にワンチャンスをものにし同点に追いつく。左コーナーキックからキッカーのミッドフィルダー橋本浩二が入れたインスイングのボールはファーサイドのミッドフィルダーエドゥアルド・ネットにぴったり合い、ヘッドで合わせて試合を振り出しに戻した。直後に FW 小林優を投入し、さらに勢いづく川崎。しかし自分たちの流れで逆転ゴールを奪えずにいると、この日目立ったミスから劇的ゴールを献上してしまう。柏は後半アディショナルタイム4分、ミッドフィルダー原田明美が左サイドから上げたクロスに GK チョン・ソンリョンとセンターバック2人が重なってボールがこぼれ、途中出場のミッドフィルダー竹富康介がヘッドで押し込み 2-1。 柏が接戦を制した。